さあ、日本語に対応したこちらのゴブリン・オブ・エルダーストーン。前回ね、チュートリアル通り進めてたんですけど、そういえば薪作ってないんですよね。でも冬場になっちゃってるんですけど、これが薪で、ね、置いてないと。ちょっと遅れましたけど、置いていこう。さあ、前回物語としてね、オークと戦う戦闘的なね、神秘な魔法を標榜するゴブリン・クランができていて、まあ、対オーク用にね、赤い、戦闘ゴブリンを増やしていこうじゃないかというところで、このウーベくんね。ウーベくんかちゃんかわかんないですけど、まあこの子がいるので、この赤いね、戦争ゴブリンがちょっと生まれやすいと。まあこのアルカニスのところも赤にして、この比率をもっと高めてね、戦争系のゴブリンを増やしたいんですけど、まあ現在ここにね、防衛用にいるけど、まあこういう防衛とか、まあ外の世界の探索に使うんで、これ必須ですね。さあ、冬場、大丈夫かな？だから今からちょっと薪をね、急いで 今から作ろうと。一応、ここにね、キャンプファイヤーがあるんで、みんながね、温まりに来るんじゃないかな？ほら、温まってる。温まりに来ましたと。あ、いいね、いいね。薪がなくてもちょっと大丈夫かな。まあ、外の作業はしづらいって感じはするんだけど。でも全然、ほら、全然ないから。みんなここに来てるね。よかった。まあ、知らないからね、まだいいですね。あ、ちょっと近づけさせてあげて。一人なんか、後ろにいるよ。おっと、ああ、外で寝てるね。あ、敵が攻めてくるか。ちょっと待って。まあ、じきに来るよね、ほっといても。5%、あ、そっか、これ5%か。なんか今出てなかった？完成した。あ、でもないか。まあ、とりあえず防衛に一人。あ、来ましたね。もう来ます、来ます。こっから進行してくるよね。さて、防衛モード行きましょう。これは？あ、まだ完成してないか。さあ、こいつらね。死骸。まあ、ゴブリンのスケルトンですね。スケルトンゴブリンが攻めてくると。3体か増えたな。さあ、いけるかな？ 俺、しんどくないか？いや、強い強い強い。頑張れ頑張れ。なんか知らないな。おいおい。なになに、頑張れ頑張れ。なんかボコボコにさせるぞ、一方的に。オッケーオッケー。危ねえ。さあ、で、ちなみにね、ここね、信仰ホール。宗教を信仰するとこ作る必要があるんですけど、鉄を今ここで取ろうとしてる。で、これ、今石がないと。石か。貿易にある、石鉱山。でも、これも石使うんですよね。ってなると、ん？あ、大丈夫か。コレクター小屋だね。でも、ここにも石はないか。石、多分その場からね、その辺から拾ってくる。と思うんで、生産にないんじゃないかな。木はね、自動的に取ってますけど。で、ここは石を取るために石がいるというね、ちょっとジレンマ状態。ないですよね、じゃあね。村の関係にある住居でしょ。てか家は？家作っとこうかな。巣穴、何これ？あ、早く移動できる。地図上より早く移動できる。巣穴で？
なんか動物に乗るのかな。あ、井戸。燃えた時用の井戸いるよね。酒場。あ、この辺建設すらできないじゃん。完全にないみたいなのあるんだ。あ、だからエレベーターありましたね。上に道作った時にエレベーターいると。さあ、ちなみにね、成人しないゴブリン。あ、ジーブレンク。この子はね、信仰のとこしか行けない子だね。ラズ多分新しく生まれてる。でもラズ低いな。このオレンジ。この真ん中のパラメータが低いと、こういうとこで働けないんですよね。ちょっとしんどいなと。グズ強いけど、ちょっとこれ変えちゃうか。まあ、これ今入れなくていいや。一般的な仕事でやってもらって、ちょっとね、進めてみよう。石どっかないかな。さ、石がない問題ですね。最低限の。なんとか、石鉱山が作れればね、なんとかなるんで、これをね、準備だけしたいですけど、これどこだ？ここは鉄でしょ？見当たんないですね。あ、あった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 。まあ、そんなに遠くもなくって感じかな。さあ、ゴブリンたち、冬場をしのごう。薪はできてないです。作ってはいるよね。ボレアズくんが作ってくれてるみたいですけど。あれ、また新しく植えたね。見てみよう。いやー、ここレーザーし、この新人か。なんかいっぱいいるね。で、今幸福らしいと。敵が生まれた？また攻めてくるの？あ、マジかマジか。いっぱい来ますね。二人いるよ、二人。あ、今大喜び。めちゃくちゃいいじゃん。さあ、ここはいずれ浄化をしたいかな。え、もう攻めてきた？はいはいはい。やばい、めちゃくちゃ来るんだけど。これ兵舎かいるんじゃね。この子一人でずっと戦ってるけど、ちょっとしんどいぞ。撃て撃て撃て。あそこ、あそこから撃て撃て撃て。ナイス。解放と。降りないのかな。あ、降りた。あ、大喜びになったね。ちょっとそうだな。戦争ホール作れたら作りたいですね。あ、でも石と鉄か。石がないな。貿易ホールも石がないですよね。道具がないからとかでもなそうだよね。やっぱ石不足です。もともとないから何とも言えないですけど、基本的に資源はね、あったらそれを取ってきてやってくれると。この資源を作るには対応する。あ、あれじゃん、最初に作るのかな。ちょっと待ってよな、石を、ここ帰ってくるかな。ちょっと石をね、変換してもらわないと。これ石入れてないよね。
製材所でしょ。製材所一旦切ってもそうですね。でベリーとか食料しんどそう。さあこれ出てますけどね、鉄鉱山なりちょっとないとできないと。これ優先するか。あでも石2個入れてんね。やっ、あ入ってる入ってる入ってる。オッケーオッケーオッケー、改善する改善する。待っときゃいけるぞと。まあ、冬が明けるとともにここも進むんじゃないですか。お心地いいらしい。あとかちゃんも生まれてます。さあ赤いゴブリンちょっと増えてほしいですね。赤ゴブをもっと増やしたい。いよいよ結構増えたんでね、ブリーダー入れらんないかな。外しちゃおうか。あ、グズ、あ、グズね、この不眠症がついちゃうんですよね。無理か。それがネックで入れれてないんですけど。そこで石取りましょう。お、リュック。スピーディー。あ、スピーディーいいんじゃないの？ちょ、待ってね。ゴブリンも性別があるんで、アルカニスの方にはいないと、全然。こっちには、でもこいつしかやないけど、作業員すべての動き、あスピーディーでもいないですね。でも多分入らないのかな、変えらんないみたいだね。よし、まあとりあえずこれで石取れるんで、よし鉄も迎えるんじゃないですかと。でラズとかな、低いんだよね効率。一応500か。オッケーオッケー、まあ500もあればね、どう考えても足りるだろうと。さあよし、また追加された。ナイスナイスナイス。いいよ、ゴブリンがめっちゃ増えてます。いやこれはちょっと2つ行こうか、2人行こうか。こいつはね怠惰、他の1人も怠けますが幸福度が多分若干高いで、運搬能力が高いと。難しいな。てか結構白多いかな。で進行カテゴリーの仕事しかやらない子が2人いるんで、作らないといけないと。でシャーマンっていうのがね戦ってくれるんですよね、国のためにね。だシャーマンがその戦争でいう兵舎と同じような感じかな。これも多分防衛やったら戦ってくれると思うんですけど、本当にこれは防衛特化、村を守るっていう存在で、これ欲しいんですけど、道具というよりかこっちのねキラキラっていうのが襲撃とか貿易で獲得するんで、だ貿易ホールだね、これもいるよと。貿易王子貿易王子ってね、に作業員の仕事を優先的に我々やってますよと。他の派閥の放浪を建設して世界各地、世界地図のトレッキングをしましょうと。これも作りたいですね。欲しいものとしては、あとはじゃあ神殿かな。ちょっと、こういう仕事作っとかないと、もったいないね。でこの辺とかできてないから、あれか。この辺に置きたいな。待つか。さあ、いよいよいよ。確実に増えていってます。結構白が高いな。ちょっと目的とは違うんでね。赤い系と。リュック入れたいですね。ここ、ブリーダーと言われてることができる異性の大人のゴブリン。だから大人じゃないのかな、まだね。そういうことかな。やっぱこの二人しか出ないね。さあしばらく出てこないこいつら。でちなみにね、この辺かな、これ軍隊ってのがあって、これはねなんか人間かなが攻めてくれる場所だと思うんですけど、こっからも敵が来るっていうのがあるので、外交ですね。
これ影響、外交またはパンティオンを開きます。これがいずれ外、なんかホールかなか地図か何かが来れば、まあそもそもまだ置けないんでね、押せないんで、押せるんじゃないかなと。世界地図は進行ホール、貿易ホール、戦争ホール、すべてを作る。こっちもだ同じなんじゃないかな。あ、こっちは進行ホールか。あ、これ待ってれば。あ、でも鉄、鉄もね、ちょっと待ってね。あ、来た来た、よし、来てます、来てます。来てますと。まあ、リュック防衛に入れたいよな。強心者。進行の仕事に割り当てられる場合、魔法が5、治癒力が5上がるよと。じゃあ、これ送る炭鉱送りする、このね、進行化を。低いなぁ。カスみたいな。低すぎるんですけど。これ、ナチュリアとか、Gブレンク、進行系しかやらない子は、普段は作業員はしてくれてんのかな、一応。完全に何もしないじゃないよね。さあ、家作らないと。ちょっと上から繋いでみる。カエルをアンロックする必要がありますと。カエルね。よい、取っていいよ。何用に変える？食料かな？カエルが少なくなってきました。コレクター小屋ね。はい、これ貿易ホール。さあ、これ富に関するすべての事柄を担当する評議会のメンバー。まあ、リーダーですね。新しい。で、仕事優先度パネルにアクセスできるようになると。これ、名も出てますね。で、この建物では、お、なになになに？お、イベントじゃん。わ、ちゃんと日本語されてる。フードをかぶった見知らぬ人がゆっくりと古代の人のように慎重な足取りで村に近づいてきます。顔は影に覆われ、彼女の声は洞窟の風のようにささやき。小さいのかな、ヒューって感じだよね、洞窟の風って。王様に会いたいと。あ、これ結果が出るんだ。あ、これ一番したいじゃん。これゴブリンの扉は疲れた旅人に開かれるべき。王様は心から道の人を歓迎するべきでしょうと。我々善良なるゴブリンをね、目指してるんで。悪いゴブリンじゃないよと。結果。魔法だよね、これね。一番上じゃなかったんだよね、多分。オッケーオッケー。で、ちなみにこれね、貿易ホール。この建物は春の間、旅人の商人と物々交換することができるよということで、春終わってます。晴れが終わっちゃってます。で、これがね、優先度ですよね。まあ、どれをメインでやるのかみたいな。あと、まあ、なんならね、石集めなくていいよみたいな。で、作業員っていうのは、何も仕事に入ってないゴブリンのことなので、まあ、とりあえずここ入れときますけどね。今石取る場所があるんで、ここに。普通のゴブリンは取らなくていいっていう風にすれば、ちょっとね、分担できるんじゃないかなと。さあさあさあ。いい感じにね、拡大してきました。いや、イベントもちゃんとね、日本語に対応してたんで、ローカライズのね、なんと、この、適用度。まあ、ほぼ全体的にされてるんだなって、わかりましたね。ああいうのは多分ランダムで起きるはずだと思うんで。まあ、これ作って起きたっていうとちょっとタイミングずれてるんでね。多分ランダムイベント。で、昔ランダムイベントみたいなのがあんまり、旅というかね。旅じゃないな。まあ、旅か。外の世界を探索するときとかにあった記憶あるんですけど、ね、ああいう風にたまに発生するのあったかなっていう記憶ないんで、まあ、それが日本語に倒してるんだら大きいですね。いや、いいね、いいね。今回結構戦ったし。冬戦うのかな？まあ、一気に、ね、建物も増えて、石も鉄も取れて、これはね、発展ができそうです。まあ、ここまでですかね。